聞き流しもまで出て、あっちに着いたらちょっと後ろついたりで、心配でね、何か増えるだろうという算段でございますよ。こんな感じじゃない。ちょっと見たらもう山の上ですからね。言い換えるとあの辺りとかでホテル取ると本当に景色抜群にいいですからね。どこまでも口広がる海をもう絶景で見れますから。なんなら私そこのイオンの屋上駐車場あそこでも結構いいなと思う。熊野のジャスコ一回寄るか。観光系は、熊野古道と、そして空いたところ、この辺の感じなので、よいしょ。どうなったろう。ビジネス、街の規模で言うと、尾鷲の方の規模になるのかな。尾鷲の方のが、ちょっと平地があるんだよな。その兼ね合いで、商業施設はちょっと多いの。ふやきれい橋なんですね。元に戻ってきた形ですね。松原。こんな感じですね。松原、一応どんちも走ってんだったっけ、これ。だけどね、すごく、確か、本数少ないんで。こんな感じですね、始発で。ここから新宮の方に行きたいとかもするんですね。さすがにこっちまで行くのはあれですか。南紀ってどこまで行けんだ。三高南紀、南紀って、那智の近くの方まで行けるんかな。数学塾。よいしょ。あのとこ。下からくぐれたはず。てか、別に大倉でもいいし。日本じゃなくても大倉でもいいって言ってたらね。そこのところでね、上から向けますし、下からは来ないんだっけ、これ。車で私しか来ないからわかんねえよ。下は、無地っぽいよね。これ立てた方が良さそうですね。この辺りね、車で、今回の企画やろうかなと思ったんですけどね、一つ断念したのが、どうしても駐車場がね、駅とかさっきのところとかでもね、すごく駐車場自体はね、ちょろちょろとあるにはあるんですけど、そのコインパーキングみたいにね、止めて、あれしてっていうところが実は、あまりないんでね。ちなみに、言ってないかな。尾鷲？熊野は一応コインパーキング駅前に一緒だけあるにはあります。
らしいです。で、尾鷲は観光向け駐車場っていうのがあって、観光協会に事前にちょっと何日に観光で尾鷲行きたいんでっていうと、駅前のところにね、実はなんか駐車場があるらしくて、あの指定の場所にじゃあここに止めてくださいって、いうふうにすると、どうも止めさせてもらって、そこから観光ができるっていうようなサービスがあるらしいです。今度一回使ってみたいですけどね。まあ、ただ大瀬も熊本もどっちかというと車で来て車でね、ぐるぐる移動するよっていう感じになるのかな。特にいろいろ離れてますからね。小川町を歩くと多分片道30分ぐらいかかるんじゃないかな、ここから。なので、対戦にここで取ってあれするのもあれだけど、今日からとりあえずちょっとおっぱい寄るか。イオンに行けばマックはあるけど、もう、まあ、熊野観光来てね、スキヤとマックってちょっとさすがにね寂しい。あの魚が食いたい。さあイオン寄ってこっかな。どうしよっかな。オーバーでもいいかな。実はここ渡るのちょっとめんどくさいんだよな。オーバーでいいや。確かここの部分って朝の7時から空いてるんだったっけな。あれ朝7時だったら菊池やったっけな。ここはもう24時間じゃなかったよね、ここは。よいしょ。あ、そうだ、2階の本屋さんなくなったって言ってたもんな、前来た時に。どうなってんだろう、2階ね。あれ書籍ってなってるな。どういう感じになってんだろうね。ちょっと見てきましょう。